今日はホームラボ代表取締役の桑田恵三さんにお越しいただいています。おはようございます。おはようございます。ホームラボは今の中古物件の方ですね、はい、非常に力を入れていらっしゃるということで、そうですね、はい、はい、もうネットの方でも検索していただきましたら、はい、うん、福山市中古住宅 .com という名前で、はい、ホームページのサイトを運営させていただいておりまして、で、まあ、ホームラボ .net と検索していただくか、まあ、福山市中古住宅 .com とか、はい、そういったことで検索していただくと出るんですけれども、はい、こちらのサイトの方が、毎日不動産のこの業界ですね、物件が出てきたり更新されたりとでいうことで、まあ、非常にやっぱり活発に動いてるっていうのもあるんですけれども、はい、情報の更新を欠かさずさせてもらっておりますので、まあ、いつまでもこう売れた物件が載ってるよとか、うん、そういうことがないように心がけておりますので、はい、まあ、比較的こう見やすいサイトでもありますし、リフォームのことも気になれば、うん、ご相談していただけるような部分もございますので、はい、はい、見やすいんじゃないかなと思っています、はい、ホームラボは、はい、もちろん新築も手掛けるんですけれども、はい、実は中古物件を新たにこう生まれ変わらせるというかね、そうですね、リノベーションに非常に力を入れてらっしゃいますよね、はい、そうですね、新築はもう計画して、その計画の通り建てていくということで、非常にまあお話としてはまあやりやすいところはあるんですけども、はい、中古住宅っていうのは、まあ、壁の中に隠れてる木だとか、まあ、基礎土台とかですね、屋根の裏とか、まあ、非常に開けてみないとわからないということで、はい、正直こう経験であるとか知っている人じゃないと、なかなか見た目だけではわからないっていうことがあるんですね。で、綺麗にリフォームするっていうことは、まあ、比較的簡単なんです、はい、ただその中にあるものを見抜いて、でなんでこのシミ汚れで、あとシロアリが来てるんじゃないかとか、この床なりは何なんだろうとか、そういったことまでちゃんと見抜いた上でリフォームをしないと、せっかく新しくしたけどまだ床なりが止まらないとか、そこをちゃんと見抜いてないので余計に費用がかかったりとか、お買い上げいただいた後に費用がかかることがないように、まあ、あらかじめしっかり見させてもらってですね、はい、販売することっていうのが大事だと思ってますので、まあ、きれいにするだけじゃなくて、うん、その物事、物の中にあるちゃんと原因を見つけて、はい、長く住んでいただけるようにというので心がけてご提案をさせてもらってます、はい、ね、中古物件を買ったはいいが、あと手直しにすごいお金がかかってしまう。そうですね聞きますね聞きますね、買われた後にやっぱりそれがどうしようもないですから、はい、それがはたまた売り主様の方にもご迷惑になったりとかですね、うん、はい、飼い主様も嫌な思いされまして、売り主さんもそんなこと言われてもと、うん、非常に心配になることもございますから、はい、そこをきちんとした間に入らせてもらう業者として責任を持ってやっていくことっていうのが大事になってくると思いますので、はい、そうですね、はい、やはり信頼のおける業者にお願いするというのがね、そうですね、一番大切ですね、はい、もう作業はきっちりやるよと、まあ、それはもう当然のことです。で、あと人間としてもですね、はい、やっぱ話しやすさっていうのは必要になってくると思いますし、まあ、コミュニケーションをきちんと取らせていただいて、で、まあ後からやっぱりね、呼ばれていって、はい、お互いが困ると、うん、もうどうしようもないですよということにならないように、まあこの人の言うことやったら信用できるなとか、まあ、そういったことがやっぱり判断できるように、はい、コミュニケーションを取るっていうことに関してもちょっとポイントを置いてるんですよ。そうですね、やはりコミュニケーションを取らないと、はい、ここも言っとけばよかったなとか、そうですね、この話してくれなかったじゃないですかね、ここも直した方がいいですよって言ったら、それ必要なのっていう、こう不信感が出てきますので、はい、やっぱりそういうところもですね、信用、ご信用いただけるように、建物のお話だけじゃなくて、まあ、いろんな
お話も踏まえて、ね、うん、人としてね、お付き合いができるように、はい、あの実はあの桑田さんは、非常にあの若いイケメンの社長なんですが、子供さんもたくさん大勢いらっしゃって4人います。ね、はい、ですからあの子供さんのためにどういうふうにスペースを持ってたらいいのかとかね。はい、あのうちは男の子4人でもう団子3兄弟とかみたらし団子みたいになってますけれども、はい、あのですからあのお家も ね大変なことになりますから、ね、はい、お家も大変ですし、あのやはりあのまあ、あの妻は満足してないんでしょうけど、まあ、キッチンに立つこともございます、はい、でその自分で使ってみて何が大事かっていうのは、うん、男性の提案ってなかなかキッチンを立たないとか、はい、あの分かんないこともあるんですね、自分で使ってみないと、うん、で使ってみて、あこれあったらいいなとか、あここ調味料置くスペース遠いじゃんと、うんうん、そしたらやっぱ近くにこういうものがあったらいいなとか、まああのちょっとしたことなんですけどね、あのそれがやっぱり大きく奥様方を、そうですね、あの嬉しいですよね、もう当たり前が嬉しいというか、はい、はい、というそんな社長さんですが、はい、ぜひあの今ね考えてらっしゃることがありましたらホームラボまでご連絡をいただきたいと思います、はい、お願いします。あと今何か売り物、そうですね、はい、あの1月から3月っていうのが、まあ、不動産の年度変わるっていうことで、はい、あの引っ越しとかそういったことが多くて需要も多いんですけれども、あのもうこの4月になっても毎日のようにあの弊社の方のその福山市中古住宅 .com のサイトの方にあの会員登録いただくというお客様が、はい、もうまだ後を絶たないというか、まあ、どんどんいただいてるんですけど、嬉しいことですね、はい、はい、であのまあいち早くあの物件が売れることが売り主様にとってもいいことでしょうし、あの買い主様にとってもいち早くその物件が見つかるっていうことで、あの嬉しいことだと思います。でまだまだあの需要がございまして、でその割には、まあ、やっぱりちょっと物件が少ない時期にはなってます。あのできったっていうようなこともありますので、はい、あのお気軽に、まあ、売ろうか売らないかっていうことは別として、まあ、このうちだったらいくらするのかなとか、でこれを売ってしまった時にどういう費用が発生するんだろうかとか、何をしなきゃいけないんだろうか、まあ、将来的なために聞いてみようっていうことで構いません。で先日からそういう話もあのたくさんいただいておりますので、もう決して売ると決めてるんじゃなくて、どうなるんかねっていうところで聞いていただいたらと思いますので、あのぜひお問い合わせいただけたらと思います、はい、ホームラボ場所はどちらになりますか。はい、福山市神鍋町川北の1132-4で、あの神鍋郵便局の斜め向かいになります。はい、はい、ぜひ何かございましたら、はい、ご相談ください。はい、よろしくお願いします。小、はい、田さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。